県内では今日で8日連続の熱中症警戒アラートが発表されるなど、厳しい暑さが続いています。この猛暑が夏野菜にも大きな影響を与えています。ナスは例年いつもみずみずしく葉っぱもなってくれるんですけど、はい、もう今年はこんな感じでなんか元気がないような状況ですね。トマトももう暑さでダメになってるのが多いんで、もう半分諦めかけてます静岡市駿河区の農園です。1年を通しておよそ20種類の野菜を栽培しています。この夏の影響で夏野菜の収穫量が減っています。パプリカとかすごく出てる状況で、焼けたような感じになっちゃって、10分の1ぐらいまで多分落ちてるような状況ですね。さらに夏に植える野菜にも影響が。これ落花生なんですけど、落花生に関しては初めてこんな枯れ方をしてしまったような。水をまいてもすぐ乾いちゃうんで、もう土がもうこんなサラサラな感じ、植えて1週間ぐらいでこんな感じになっちゃいましたね。そこで四津田さんは栽培の方法を考え直すといいます。まあ、夏野菜って暑さに強いんで、まあ、大丈夫かなとは思ったんですけど、まあ、来年ちょっとこの教訓を生かして暑さのピークを迎える前にもう夏の野菜は終わりにしようかなと思ってます。こんにちは。よろしくお願いします。静岡市の青果店です。暑さの影響で夏のメニューを彩るあの野菜の価格が跳ね上がったといいます。今一番値段も上がって出荷量が劇的に少ないのは大葉で、大葉の価格は去年の同じ時期と比べ2倍以上になっているのです。いつもパックで飲食店の方結構多く使うのでねやっぱその方たちのために取っておいたりとか、量が、ね、入ってこないので、ちょっとそこはねみんな困ってるところですよね。例年100枚入りを500円で売っていた大葉、先週末には1500円になりました。農林水産省によりますと、猛暑や豪雨などの影響で夏野菜のトマトは例年に比べ 17%、 きゅうりは 31%、 その他幅広い野菜で価格が高騰しています。値段聞いてえってなるんですけど、でもやっぱ心苦しいですよね、売る側からしても。はい、県内では今後も猛暑日が続く見通しで、野菜への影響はまだまだ続きそうです。